上野実と関西原田のウルトラボックス。原さん、はいはい、みくん、天気が最近悪いじゃないですか、梅雨で。ね、時々急に降ってきたりとかあるよね。あ、そうそう、そのね、ゲリラ豪雨ってほらあるじゃない。なんかね、最近その仕事の打ち合わせで、笛野さんどうですかって言われて、マイクオンにした瞬間に雨が降り出すっていうのを繰り返していて。すごいね。そう。これなんだと。喋るなと。なんか言われてるようでね。相手の方にも聞こえるぐらいの、こう結構いい雨音だったりするの？それは。あ、そうそう。で、雷とかもあって、冬野さんとこめっちゃ降ってますねって言われて。なるほど。ちょっと劇的な BGM が自然界からこう、提供されてるわけね。そうそうそう。っていうのでね、なかなかこう、オンラインだとこう、雨音とかもね、ちょっと悩ましいところがあってね。そうね、周りの音をきれいに拾っちゃうがゆえのそういう事態っていうのあるよね。はい。そうそうそう。で、そう、雨といえばなんだけどさ、はい。思い出すことがあって、新海誠さんの、琴の葉の庭っていう。ああ、いいアニメですよね。はいはい。そうそうそう。多分あれってほら、君の名はとかが、で、パッて売れる前の、なんていうのか、新海さんの。そうね。一つ一つ丁寧に作って、こうね、大ヒットではないけどもっていう時代の、ね。なんて言うんだろう。なんか、売れ線をあんま狙ってなかった感じが、私の中で、はいはい。自分の作りたいものを作ってたという言い方も変だけどもね。集大成っていうよりは、あれだもんね。確か、君の名はをなんか作るときに、全部その今までの、やっててきたことの集大成をやりましょうみたいな感じで、映画ができたっていうぐらいだから、やりたいことだけをやってた時代の作品だよね。はいはい。そう、なんか、やっぱあの人ってこう、背景がすごい綺麗っていうので、有名な人なんだけど。で、なんていうのかな。だいたい新海さん風のほら、アニメって最近増えちゃってさ、なんかこう、トゥルントゥルンな感じっていうの、お水がこう、弾ける感じ。で、こう、空が青くて、なんかありえないぐらい綺麗なこう、夕焼けとかさ、なんか、そういう描写が、すごく増えちゃったじゃん、アニメ全体として。はいはい。なんだけど、この作品って雨なんだよね。なかなか、取り扱いが難しい、その雨っていうのをこう綺麗に描いたってところでも、なかなか、私の中では評価ポイントなんだけど。でね。当時ね、あの当時にそれをもう、題材にしたんですね。はいはい。でね、私、生まれ育ちが東京の三鷹とか井の頭とかだから、学生時代のその通学路とかも井の頭公園だったんだよね。ああ、井の頭公園ね。そうそうそう。はいはい。で、そのね、井の頭公園の、に、新宿御苑の描かれていた雨宿りする場所があるんだけど、ああ、はいはいはい。あそこにめっあちゃ、るね。そう新宿そう。御苑ですね。はい、配信ね。で、井の頭公園にもめっちゃ似た場所があるのよ。はいはいはい。だからなんか、なんていうのかな。風景を記憶してる人間からすると、やっぱそう、雨の雨宿りする暗い場所みたいな描き方めっちゃうまいなと思うわけですよ。なるほど、なるほど。自分の原体験と重ね合わせても、あ、うまいなって感じるわけですね。なるほど。井の頭公園って言えばさ、すごい、こう、あるあるな話でね、都市伝説で、ほら、一緒にボートに乗ると、ね、付き合ってた人と別れちゃうみたいな話とかあるじゃないですか。それで言ああ、そうね、そううと、ね。なんかその、ね、中高生とか、まあね、その辺の時とかに、ね、地元で、なんか、みーくんとかもボートに乗ったりとかしたことあるんですか？ないね。なくて、なんかその都市伝説はまあたびたび聞いてたんだけど、なんか故にそれを避けてたわけではないけど、単純に、陰キャだったからなかったってだけだね。なるほど、なるほど。乗りたいとも思ってなかったし、乗る機会もなかったの、二つ。陰のものだからね。でね、でもね、ちょっとね、じゃああれを今から乗ろうかと、もうあんまり思ってなくて、チャンスがあったとしても別に思わないってことですね。乗りたいとは。なんかね、
そう、さっき原田さんが言ってたみたいに、なんか別れるみたいな都市伝説がすごい有名なのよ、そこって。うん。で、まあ実際別れてる人多いらしいんだけど、うん。あのね、なんか私から言わせてもらうと、うん。そういうなんか別れるかもしれないっていういわくつきのものに、あえて、なんかこう乗ろうとするような、うん、なんかその俺たちの愛を試そうぜみたいな過ぎた真似をするから別れんだろうみたいな。なるほど。そう。なるほどね。よりそういうカップルばっかりがまたさらにその伝説で乗ろうとするから、そうそうそう、伝説が補完されていくわけですね。そうそうそう。だからその信憑性が高まっていくわけよ。うん、なるほど。もしかしたら最初はたわいもないザレ事だったのに、うんうんうん、それに挑戦しようと思うようなカップル。そうそうそう。の時点で、まあ別れがちだから、かえってそれによって、その事実が周りにこう認識されたみたいなことで、もしかしたらこの都市伝説は完成されつつあるのかしら。そうそう。だから、いわゆるさ、続く恋愛と続かない恋愛って、やっぱり そこなんで、表面的に目立つ恋愛がしたい人たちっていうのは、うん、やっぱ恋愛は長く続かないんだっていうのが、ちょっと私の中で持論なんだけど。うんうんうん。だからそういう人たちだから、いや、俺たちの愛は絶対に続くはずだとか言って乗っちゃうわけだよね。なるほどね。まあそういう意味で言うところね、最近の方で言うと、うん、こう、やっていることの一部指示をこう、うんうん、全部こう、インスタだったり、こうね、YouTube で報告したりとか、なんでもかんでもこうね、うんうん、オープンにしていく人とかいるけれど、ね、それで別れた後どうするんだろうなとかっていつも思いながらやってます。聞いてたり見たりすることありますけど、なんかさ、そういうのに近いのかな。あれでしょ、ツイッターのアカウントをこうカップルアカウントって作るんでしょ。ああ、なんかそういうの聞いたことある。あんまり見たことはないけど、でなんか、うん、そういうなんちゃらだから太郎&花子カップルみたいな感じで作ります。いわゆるプリクラとかのさ、うん、まあ今はプリクラじゃないか、まあ、自撮りの可愛いやつとかをこうさ、うんうんうん、アイコンにして、で、逐一どこどこでデートみたいな報告をするんだが、うん、だいたい別れるらしくって、うん、で、そのアカウントの畳み方っていうのが、はあはあ、気になる。アイコンを真っ黒にするんだって。まず。うん、はい。で、表示の名前を別れましたにするんだって。だから、私やったことないんだけど、うん、そのツイッターで別れましたでツイッターアカウント調べると、真っ黒いアカウントがドワーって出てくるらしいよ。そうなの？うん、ちょっとやってみようか。別れました。出てくるかな。でも、ほら、結構早い。本当だ。本当に出てきた。今ね、別れましたってひらがなで打っただけで、自動変換の漢字の別れましたに、うん、が候補でサジェストされて、はいはいはい。上位5つは真っ黒。真っ黒？うん。で、そうじゃない。あ、ほら、うん、そうだね。アイコン付きのもあるけど、真っ黒のアカウント？今、この一瞬だけでも6組が真っ黒で分かれて、アイコンの色がついた状態の方が、4組。え、すごいな。うん。そうか。じゃあ常にここの分かれましたやると、今この瞬間、この24時間とか分かんないけど、まあそのアカウント、うん、をってことなんだね。しかもね、うん、今面白いのはその、分かれましたで、オープンもあるけど、鍵アカも分かれましたっていうアカウントが 3つあって分かれてるよ。本当だ。すごい。まあ。本当ね。だからこういうあれだよ。過ぎた真似をするから別れんだよと。うん、なるほど。静かに愛を育むものなんだよと。はいはいはい。何様やと思うんだけど、私はそう思うわけよ。あ、ちなみにちょっとその一番上にあったアカウントの別れましたを開くと、はいはい、答えた質問箱がありませんみたいになってるから、多分いろいろ今まで書いてたことを全部消すと、こういう風になるんだろうな。全く同じことになってる。へぇー。すごいね。デジタルタトゥー的なことの話に、まあ、なるのかもしれないけど。ね、常に別れたカップルを探すってことができるわけですね、今。ツイッターでは。そうそう。恐るべき時代だ。井の頭公園の話から、ね、まさかこんな話になるとは。
うん、まあなんかそういうこうなんていうの、ほら、よくさ、南京錠とかもやるじゃん。南京錠。はい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 。ありますね、南京錠の。あれも人、ほとんど別れてんだよ、絶対。うん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 。すごいね。そうそうそう。いやー、これすごいなぁ。井の頭公園でね、別れていくのもそのうちデジタル管理できるようになるのかしら。ね。ボートに乗って別れたカップルの今年の数とかできたらね、面白いかもしれない。井の頭公園ボートで調べて、なんかカップルが、うん、ツイートしてたら、そのカップルの一部始終を静かにウォッチングしてて、うん、あ、別れたなっていうのをこっちでカウントするしかないよ、もう。それはなかなかの労力なので、ちょっと私は遠慮したいですけれども、もし聞いてらっしゃる方で、そういうことをね、やってみたい方がいたら、試されてはいかがでしょうか。そうね。うん、あんま勧めはしないけど、暇だったら、暇つぶしの一環としてお勧めします。はい。はい。そうですね。はい。というので、今日は、井の頭公園の、都市伝説の話になっちゃったね。はい。はい、都市伝説の話でした。ちなみに一個ね、言うとね、このくだり、100回以上やってきてるんですよ。住んでると。はい、だから、うんうん、長く吉祥寺に住んでる人たちには、あんまこの絡みやめた方がいいですという。うん、はい。あ、なるほどね。うん、私のその絡み方がを気をつけろというのが、ね、はい。理解しました。はい、というわけで、はい、私、笛野実と、関西原田がお送りしました。はい、次のウルトラボックスでお会いしましょう。